え続いてですね、まあ、ちょっと話が変わりまして、えー、コリジョンドメインっていう話をしていきたいと思います。まあ、ちなみにですね、ここ、えー、試験でもめちゃめちゃ出る範囲なんで、えー、ちょっとね、気合入れて勉強していきましょう。まあ、ただしそんな難しくないです。でね、まあ、コリジョンドメインっていうのは何かっていうと、えー、まあ,あの CSM や CD みたいな感じで、まあ、コリジョンっていうのが発生した時に、まあ、それがね、伝わる範囲のことですね。 ま、コリジョンドメインのことは、セグメントなんて呼ばれ方をすることもあるんですけど、まあ、セグメントって結構曖昧な言葉でして、まあ、個人的にはちょっと使用は避けようかなと思っておりますと。はい。でね、え、コリジョンドメインを考える上で、まあ、非常にね、有用なのが、え、全二重通信なのか、半二重通信なのかを考えるっていうことですね。はい。でね、まあ、基本的に半二重通信のところが、まあ、ね、受信と送信が勝ち合った時に、コリジョンっていうのが起こるじゃないですか。 でね、全二重通信っていうのは、まあ、ちゃんとね、えぇ、ー、そ自身同時にできるようなところなんで、コリジョンっいうのが起きないんですよ。はい。なんでね、まあ、こういうふうにして、全二重のところっていうのは、えコリジョンドメインっていうのは、まあ、その範囲だけ。まあ、コリジョン起きないんですけど、まあ、一応ね、その範囲はコリジョンドメインだよとされていると。はい。まあ、これで一つポイントですね。コリジョンは起きないんだけど、まあ、一応、そのリンク上はコリジョンドメインとされていると。で、当然ね、こういった、えー、半二重 半二重のところではコリジョンっていうのが起きやすいんで、まあ、ここもね、当然、えー、コリジョンドメインですと。あとはですね、まあ、ここはポイントなんですけど、はい。半二重通信がこう連なっているような部分っていうのは、まあ、ここの連なっている範囲全体がコリジョンドメインなんですよ。でね、まあ、これっていうのは基本的に、まあ、レイヤー1、ね、物理層で働くデバイスっていうのがね、まあ、噛んでますね。まあね、先ほどお勉強した通り、ハブっていうのはですね、 ま、その繋がるポートから出る接続は、えー、全部半二重通信ですね。なんで、まあ、このハブを中心に、まあ、でかいコリジョンドメインをこう形成するわけですね。はい。まあ、ね、さっきの CSMACD の、えー、説明のところで、えー、ハブでコリジョンが起きた場合、もう全体にジャム信号を送って、えー、コリジョン起きたでって言っているところからも、ね、ハブの周囲は、えー、もう全体がコリジョン、一つのコリジョンドメインだなっていうのは読み取れるかなと思います。 あとはね、ま、例えば、このハブね、ポート数5個しかなくて、まあ、でもね、10個接続したいな。うん、じゃあ、他のハブも買ってきて、よいしょとなげて、まあ、でかい10個、えー、接続できるようなネットワークを作ろうと。まあ、こういう風にしてね、まあ、ハブとハブをくっつける、接続する。これね、カスケード接続っていうんですけど、まあ、こういうことをすると、まあ、さらに、えー、コリジョンドメインっていうのは広がってしまいますね。うわーと。ね。 え、カスケードすればするほどでかくなっていくと。でね、まあ、コリジョンドメインが広いと、まあ、まずね、コリジョンの発生確率っていうのが上がるんですよね。ね。だって、いろんな通信が、えー、起こる中で、ここで、えー、まあ、コリジョンっていうのが起きたら全体に影響を与えるし、ここで起きたらやっぱり全体に与えるしと。でね、まあ、当然、コリジョンの発生確率っていうのが上がってしまうと、ね、まあ、いちいち、 えーまあ、この再送処理っていうのをね、まあ、やり直しですよねっていうのが発生するしまたね無駄なデータが、まあ、このコリジョンドメイン内でわーって効かうんで、まあ、非常にパフォーマンスが下がってしまうんですねはいなんで、まあ、コリジョンドメインっていうのは基本的にちっちゃければちっちゃいほどいいねえー、まあこういう風にしてねカスケードをしながらでっかくしていくっていうことは、まあ、結構罪深いことなんだなと思ってくださいと、えー、でですね ここ重要なんですけど、レイヤー2以上のデバイス、まあスイッチ、ブリッジ、ルーターとかですね、っていうのはですね、コリジョンドメインを小さくするっていうね、力を持っていますと。まあね、えーまあ、そもそもね、このスイッチとかブリッジとか、まあレイヤー2以上のデバイスっていうのは、もう自身の中では絶対にコリジョン発生させないんですよ。 ね。ハブっていうのは、えー、自身の中でコリジョンが発生すると、わーって大騒ぎして、えー、もう繋がってる奴ら全員にこうジャム信号を送って、えー、処理せようっていうわけじゃないですか。スイッチブリッジルーターは、もう自身の中で絶対にね、コリジョンを発生させないんで、まあね、えー、ここでコリジョンが起こったとしても、あるポートからコリジョンのね、信号をやってきたとしても、まあ自身の他のね、ポートにはそれを伝えないんですね。なんで、えー、まあある意味コリジョンドメインをこう分割している。 みたいな風に見えると。ねまあ、別の言い方をすると、こうポートの数だけこうコリジョンドメインを持っているというイメージですかね。自身をまたいでは絶対に、えー、コリジョンドメインは広げないと。ブリッジもそうですよね。えー、ポート、2つのポートで、まあ、自分を挟んで、えー、大きく2つに分断していると。はいまあ、こういう風にして、えー、レイヤー2以上のデバイスっていうのはコリジョンドメインを分割する力を持っているということですと。 ちなみにですね、えー、こういったスイッチとかに、まあ、一個一個のポートに一つ、えー、これ、ね、まあホストというか、ノードですね、をつなぐことで、えー、まあコリジョンドメインを最小化するね。えー、こういったことをですね、マイクロセグメンテーションって言います。これも覚えておいてください。えー、ちなみにちなみに、こうスイッチとかの中でコリジョンが起きないっていうのをね、まあ、ちょっとイメージ沸かせ、もうちょっとしましょう。でね、まあ、仮にね、こうスイッチ、えー、3つポートがあって、 でね、えー、あるポートから、えー、この PC3 に対してフレームを送りたいっすっていうのと、えー、もう片方のポートから、えー、を同様に PC3 にフレームを送りたいっすと。これがね、同時にやってきたと。今度はですね、まあこれ以上起きそうですよね。でね、こういう時、まあ、スイッチはですね、はい、もう片方をね、まあ、待たせるというよりは、まあ,あの自分の中で一回保存するんですよ。一回保存して、待たせておいて、 で片方の方はしっかりとスイッチングして、あ、つね、フィルタリングをして、シュッシュッと行かせると。ほんで、えー、まあちょっと時間差で、よいしょと。じゃあ行ってこう行って言って、えー、その待たせたやつも、えー、行かせると。っていう感じでね、まあ、あの、ある意味交通整理みたいなことをしてるんですね。はい。まあ、なので、えー、まあ、スイッチとかの、まあ、L2 デバイス以上は、えー、こういったね、コリジョンドメインっていうのが起きないと。あるいはコリジョンドメインっていうのを分割できるということでしたと。 はい、えー。では次行きましょう。